ニュースポストセブンです。2度目のニューヨーク州司法試験も不合格に終わった小室圭さん、その後の様子を捉えました。スーツにノーネクタイ、ロングヘアを後ろで束ねたスタイルで出勤していた小室さん、結婚直前にバッサリと切った髪は以前のロン毛よりも長くなっているようでした。その翌日、やや疲れた表情で自宅から出てきた眞子さん、その薬指には指輪ははめられていませんでした。皇室ジャーナリストによると、2人とも結婚会見の際に左手薬指につけていた指輪をしていませんとのことです。ニュースポストセブン。